董卓暗殺に失敗した曹操は辛くも洛陽を脱出、逃避行の末新竜へたどり着いた。天がわしを生かした。兵を挙げ、今度こそ逆賊董卓を討つ。董卓討滅の詔勅を得たと称し義兵を募る曹操、その声に応じ有志が多数集まった。その中には曹操の一族である優将たちの姿もあった。皆よくぞ来てくれた。むしろこの時を待ち望んでおりました。曹操殿が天下に名乗りを上げる時を。この乱世を治める力を持つ者は曹操殿を置いて他にはおりませぬ。夏侯惇殿の申される通り、わしらの力存分に使ってくだされ。わしらが力を合わせれば恐れるものなどありませんぞ。よくぞ申した。董卓討伐など足がかりに過ぎん。これより我が覇道を天下に示すのだ。見解を述べい。はい。厳しいかと思われまする。構わん。着手せん。使えそうなものはいるな。使徒ひらめいた。かしこまりました。諦めるも一手。しかし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 俺より主と仰ぎまする。失礼するぞ。光栄にございまする。構わん。任せよ。これより主と仰ぎまする。申し上げます。なんと利なく益なし。バカな。使徒ひらめいた。天数総猛徳の支柱にあり。かしこまった。Thank you.
そう思うとかに逆らえばどうなるか。殿下に知らしめい。進むか。着手せん。行くぞ。少しいいか。かしこまりました。ほほう、それ失策を食いるがいい。断る。見ての通りだ。このようにしてはいかがでしょう。うん。とひらめいた。仰せのままに。
報告します。ご報告いたしまするぞ。厳しいかと思われまする。さて、どう解き伏せるか。行け。こたびは平にご容赦くだされ。おのれ。いざ、そう猛徳と語らん。さてさて、これは困りましたな。これぞ我が波動である。孫子の応用でわかることだ。ではこの手はどうですかな。こっち、孫子の応用でわかることだ。そう毛沢の道に誤りなし。仰せのままに。そう毛沢に任せよ。ご報告いたしまするぞ。たやすきこと。なんと。見ての通りだ。何を。意味が分かりかねまする。サイとの出会いこそ我が本懐。そう毛徳の思考到底読めまい。そんな。そう毛徳の道に誤りなし。これぞ我が波動である。波動を阻む者は覗くのみだ。バカな。董卓討つべし。曹操が発した檄文に応え各地の諸侯が参集した。天下万民がため、官室をないがしろにし、戦王を極める逆賊董卓を討つ。連合軍の名手には曹操の推挙を受け恩賞がついていた。名手にはてっきり発起人たる貴公が疲れると思ったのだがな。恩賞殿は市政三公の名門、他に名手にふさわしい者はおるまい。おお、さようか。正義は我にあり。皆の者進め。
こうして反東卓連合軍は撤退、勢いのままに止水艦へ攻め寄せた。